またまたロシアのウクライナ侵攻に関わるニュースだよ。最近は軍事系のニュースといえば、もっぱらこの話題で持ちきりだからな。今後しばらくはこの話題は続くだろうね。今は戦況のニュースで、戦いが落ち着いても、その処理についてのニュースが報道されそう。世界中にとって大きな話題になるまで発展してしまったからな。進捗は常に発信され続けるだろうぜ。戦いなんて早く終わってほしいよね。ウクライナの人も、ロシアの人も、これ以上犠牲になってほしくないよ。そうだね。さて、今回はアメリカが提供した兵器の中に長距離対艦ミサイルが入っているという情報を入手したことを踏まえて、この長距離対艦ミサイルと黒海封鎖と合わせて、黒海封鎖解放作戦開始の示唆について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシアが突然ウクライナへ侵攻したのが2022年2月24日のことだったよね。軍事に興味のない人からすれば、突然のことでびっくりしたんじゃないかな？そうだね。それ以来、黒海の制海権はロシア海軍が握っていて、ウクライナの最大の貿易港オデーサ港が事実上封鎖されているので、外貨の獲得に重要な小麦の輸出が妨害されているんだ。戦いが起これば輸入出が制限されて関係のない国にも影響が出るよな。それでようやく各国の一般国民も関心を寄せ始めて、ことの重大さを理解するんだよ。うんうん。実際オデーサ港の倉庫には輸出用の小麦が山積みになっていると言われていて、この事実が日本を含む世界各地での小麦価格高騰につながっているんだろうね。ウクライナの小麦だけど、2020年の統計で世界第8位の生産国となっているよ。そして、輸出では世界6位でシェアは 9.2% なんだ。一方ロシアは生産量世界第4位だけど、輸出量は第1位で 20.7% のシェアを占めていて、ウクライナ侵攻を理由としてロシアに対してアメリカをはじめとする西側諸国が経済制裁を行ったために、ロシアが小麦の輸出を中止することが想定されるよ。それを原因として世界の小麦市場では品不足に陥りつつあり、前述のようにウクライナ産やロシア産小麦の輸入に頼っていた世界各国の奪い合いによって価格が激しく高騰しているってわけだな。戦争が続き、ウクライナ産小麦の輸出が滞る一方ロシアが小麦を輸出しない状況が長期間続いたとすれば、小麦価格高騰だけではなく、世界が食糧危機に陥る可能性も否定できないと言われていて、アメリカのバイデン政権は想定していなかった事態に頭を抱えていると噂されているね。さて、ロシアの黒海艦隊が黒海を事実上封鎖しているんだけど、4月13日、ウクライナの地対艦ミサイル攻撃によって旗艦のミサイル巡洋艦モスクワを沈められたよ。その他にも数隻の艦艇に被害が出たようだけど、潜水艦も含めると20隻程度の戦闘艦を未だに保有していると言われているんだ。それに対抗するウクライナ海軍は悲惨としか表現できない状況で、1991年のソビエト連邦崩壊後、ウクライナの領内に水上艦艇や潜水艦などが置いたままになっていたよ。それらの艦を、ロシアと半分こして受け継いで保有していたんだけど、維持管理予算を確保できず、建造途中だった空母バリアーブを中国に売却することになったんだ。このバリアーブは現在は中国海軍の空母遼寧として就役しているな。何回となくこのシリーズ記事にも登場した名前だな。てっきり、中国のゴリ押しに負けて売り払ったのだと思っていたけど、ウクライナにとっては渡りに船だったんだね。そうだね。バリアーブを手放したと同時に艦艇数も少しずつ減らしていたんだけど、残った艦艇のメンテナンスさえも難しい状況だったから、ウクライナ海軍の虎の子と思われているのが、国名と同じミサイル巡洋艦ウクライナだね。この艦はあのロシア黒海艦隊旗艦モスクワの同型艦だけど、実は建造半ばにして海外への売却が決められたことがあったり、売却を中止して建造が再開されたりと状況が二転三転している艦で、しかも、2022年時点でもまだ完成していないんだ。いろいろと事情があったんだろうけど、未だに完成していないのは驚きだよね。ウクライナは2011年平成23年になって戦力維持の方針が打ち出され、それに基づいて、何隻かの艦艇の修理が進められ、定期的な検査やオーバーホールが行われるようになったんだ。また潜水艦などの新規建造が計画されたんだけど、その3年後の2014年、ロシアは強引にクリミア半島を併合し、海軍司令部があったセバストポリ軍港さえロシア軍に占領されてしまったんだよね。このセバストポリは帝政ロシア時代からの古い軍港で、第二次世界大戦にはロシアとドイツの激しい戦闘が繰り広げられた場所でもあるよ。2014年にクリミア半島を奪ったロシアは、セバストポリに経由されていた艦艇すべても手に入れて、その時点で地中海に出動していたフリゲート艦1隻以外、主要な艦艇がロシア軍に接収されてしまったんだ。それ以来、ウクライナ海軍の戦闘艦はフリゲート1隻、コルベット1隻、
ミサイル定位置席となり、事実上消滅したとみなされる事態に陥っているんだよね。つまり独力ではロシア黒海艦隊を排除してオデーサ港の封鎖解除はできないと見られているぜ。アメリカのバイデン政権は、このままロシア海軍によるオデーサ港封鎖が続けば、ウクライナ経済が疲弊するのみならず世界が食糧危機に陥ってしまうことを防ぐために、黒海艦隊を攻撃するための新型対艦ミサイルをウクライナに供与すること検討していることが明らかになっているよ。ウクライナはこれまでにも、アメリカや NATO 加盟国諸国から携帯型対戦車ミサイルジェベリンや、地対空ミサイルなどの兵器の供与を受けていたんだけど、さらに高性能な新型兵器を望んでいるようだね。その中には黒海のロシア艦隊を攻撃できる長距離対艦ミサイルも含まれていると見られているぜ。このウクライナ侵攻では、ジェベリンの他にもトルコ製無人航空機バイラクタル TB2 などの有用性が、実戦で確認されている状態はまるで新型兵器の見本市のようだという意見すらあるんだよね。それらの兵器を開発した軍需産業には大きなメリットがあったという見方の一方、ウクライナ兵が新型兵器の訓練に時間がかかることや、アメリカからの兵器供与についてはロシアが反発し、戦争が一層エスカレートしてしまう恐れもあるよ。最新兵器がロシア軍に確保される可能性もあるよね。そういう懸念もあるから、新兵器の供与については慎重にという考えも出てきているようだぜ。こういった状況において、アメリカ政府高官や議会関係者などからの情報によると、アメリカ軍が運用しているハープーン、ノルウェーが開発しアメリカのレイセオン社が共同提案して採用された MSN のウクライナへの供与が検討されているんだって。アメリカだけでなく、これらの対艦ミサイルを運用しているヨーロッパの同盟国から供与することも検討されているとも言われているんだ。ただし、アメリカ軍が運用しているハープーンは艦対艦型、潜水艦発射型、空対艦型なので、地上発射型がないんだよな。ウクライナ軍に供与するには空対艦型をウクライナ空軍機に搭載するために改修が必要になるんだが、時間がかかるのでデンマーク軍と韓国軍が開発している地上発射型のハープーンを供与するのではないかと見られているぜ。また MSN は射程が 250km でハープーンより長く、艦対艦型の他にも多種多様な発射プラットフォームがあるから、ポーランド海軍では車載化して地対艦ミサイルとして運用されているよ。ということは、NATO 諸国から、ハープーンより早く地対艦型ミサイルの供与ができる可能性が高いってことだね。アメリカのシンクタンクであるハドソン研究所は射程 100km 以上の対艦ミサイルを、12-24機ぐらい黒海沿岸に配備すればロシア黒海艦隊には脅威となり、封鎖解除の可能性がある仮に封鎖が続いたとしても、オデーサに接近するロシア艦艇を黒海に葬り去ってしまうことができるだろうと述べているよ。しかし、長距離対艦ミサイルをウクライナに供与することに前向きな国には不安を抱えているんだ。供与したミサイルでロシア艦艇が撃沈された場合、ロシアによる報復が懸念されるからな。バイデン政権はそれらへの対策を協議する必要があると思うぜ。もちろん、ウクライナに肩入れしている日本も対岸の火事と眺めている場合ではないし、政治家もしっかりと見極めてほしいものだね。それじゃあ今回はこの辺で。それじゃ次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、百人一首についてだよ。百人一首といえば某有名映画でも出てきたよね。これは昔の人の歌を書いたやつだからみんな知っておいて損はないぜ。みんなもどんな意味なのか考えながら聞いてね。それじゃ、その百人一首の歌を現代訳に解説していくよ。まずは一番歌なんだけど、天智天皇が歌ったんだけど、秋の田の狩りほのいほのとまわらみ、我が衣手は露に濡れつつ、意味はね、秋の田に作った狩り小屋にいると、屋根を拭いたとまの目が荒いので、私の袖はよぎりに濡れてしまう。っていうことなんだけど解説していくね。狩りほのいよりの語調を整えたものなんだ。それって何なの？狩りほのいよりは農作業用の小屋のことだよ。万葉集にある作者不明の歌秋田カルカリー王作り我がいれば衣手寒黒ぞ沖にけるが元になっているとも言われているんだけど、小倉百人一首には天皇が市民の苦労をいたわった歌として選ばれているんだ。なんて優しい天皇なんだろう。やはり昔から天皇は人柄が出ているな。続きを言うね、作者は第38代天皇の天智天皇なんだけど、即位前の中野上の王子の時代に大化の改新を行い、天皇中心の中央集権国家の基礎を築いた人なんだ。そんなすごい人が歌っている歌なんだね。しかも、民のために歌ったなんて泣けてくるよ。ほんとだぜ。百人一首なんて全然知らなかったが、これを機にどんな意味で歌っているのかを考えながら見たら面白そうだな。そうだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。